やもうね、ここってからずっとね、船長がね、膝ずっとガクガクしてるんよ。船長止まれないんだよね。止まれない、うん、止まれないの、停止できないの。普通に立ってることもできなくて、なるほどね、歩いちゃうんだよね。あー、どうかしてるわマジで。頭いってね、うん。ダメですね。めくり上がってる。あ、そうなの。船長さ、スカートとかさ、絶対膝を上までめくっちゃうんだけどさ、あのね、これしてたらスバル先輩にね、はい、スカート下ろされて、下ろそうかなと。やめろお前って言われて下ろされて、船長はそれで衝撃受けたの。あ、スカートってめくり上げちゃいけないんだ。そうですよ、思って気をつけようって思ったけど、3秒後にまためくってたのね。そしたらスバル先輩にまた戻されて、その時に船長はスバル先輩と生きていくのは大変だなって思ったの。癖なんですね。多分これが落ち着くんだ。あ、そう、船長言っとくけど、家だったらね、はい、あの下は何も履かないからね。あー、言ってましたね。足は丸出し。何でも知ってるじゃん、だからね。知ってますよ。マリンのこと何でも知ってる。何でも知ってる。何でも知ってくれてるとさ、助かるよね。あー、説明しなくて済むからってことですね。そうなんか分かってくれてる。通じ合ってる、通じ合ってる。フレアを、フレアを今日さ、ちょっと今日二人の絆を高め合って、こう。今絆高め合ってるところ。今抱き合ってみた。いや、かわいい。え心の声が出てしまった。それは照れるな。そんな風に言われない。普通ドキドキしちゃった。でもこれね、あの模範的なね、はい、反応としてはね、もう気持ち悪いとかやめろとか言うところだからね。あ、そうなんですか。あ、じゃあ次はいくよ。はいはいはい、ぎゅやっぱ好きで言う。ねえ、てりちゃん、そんな態度取られたら、慣れてきたらもしかしたらできるかもしれないですね。なんで今後の仲が深くなってきた時が、こうご期待ですね、うん。でもカナダとかも最初船長のことね、はい、なんかマリンちゃんシュキシュキみたいな、はい、ラビューみたいな感じだったけど、今やゴミ扱いだからね、はい、変わるんよ。タカネルーも今さ、あんまり先輩かわいいって言ってくれてるけどさ、はい、あんまりゴミだなって言うようになるかもしんないよ。いや、それはそれで面白いですね。タカネルーワンチャンあるな、これ。脈ある、脈。そうなってしまう脈がある。感じ取った、うん、脈がある。その脈じゃないよ、ワンチャンの脈がある。ワンチャンの脈、え、うん、どういうことですか。あ、付き合えるかどうかみたいなやつですか。そう。あ、それはないんじゃないですか。ないよ。その可能性は指定せん。これは照れてますね。照れている。それはないんじゃないですか。照れてるな。